フィッチです。さあ本日はですね、今回はですね、以前ねリンクタウンに行かせていただいたんですけど、今回また行ってまいりました。イエーイ。で今回はですね、以前も行かせていただいたサンリオに行ってまいりました。はい、サンリオのねアウトレットが入ってるんですよね。皆さんもね有名だよね今ね。うん、ね、アウトレットでサンリオが入ってるのって何箇所とかしかないんだよ、日本にね。うん、何箇所かどうかんだけど、多分数少ないんだよね。うん、リンクにあるということでね行ってきたんですけど、はい、今回はねちゃんとねお写真撮ってきました。はい、でそちらは最後動画の後ろにつけたいと思います。はい、で買ってきたものを紹介していきたいと思います。はい、まずはですねこちら、はい、ハンドミラー。なんかドラえもんみたいな。シルバーのミラー売ってたので購入してきました。これ可愛いなと思ったので一目惚れですね。本当に櫛も売ってたんですけど、ちょっとねブラシ溶きにくそうだったので、なんかねめちゃくちゃでかいんです。そう、以前ねマロンクリームちゃんのを購入してきたのを覚えていらっしゃいますかね。皆さん買ってきたんですけど、私ねそれはねまだね使わないで置いてあります。はい、こちらは1232円と。はい、でね、5点買うと、そう、黄色いなんかシールの貼ったものを5点買うと、まあ、それさらに 20% オフということでね、すごいよね。なんかもともとお安くなってるものがさらに 20% 引きでした。で、ボールペン次は買ってまいりました。はい、こちら、まあ、古いなんかねキャラクターね、古いっていうか、まあ、昔の私なんか小さい頃にね、あの欲しかったようなボールペンのキャラクターがいっぱい出てるんですよ今ね。うん、でそれでねこれ見た時に、あ、これ欲しいって、私筆箱持ってたんですよ、ペンケース。この小学校ね、入学する時に購入してもらったんですこれ。それで、はい、一目惚れで購入してきました。こちらは423円。え、今なんて言うんだっけ、なんとか、昔はね風の子さっちゃんって言ったの、これ今タイミングって言うんだっけ、なんかわかんない、なんだっけ、なんか違うキャラの名前、なんか変わってるんだよね。しかもちょっとだけどおしゃれな名前に変更してて、私たちの時代はね風の子さっちゃん、タイニー、POEM だからプーンか、うん、とかだよね。うん、やっぱそうだよね、昔はね風の子さっちゃんだった多分ね。海外表記と、あーそっか、日本語表記があるんだと思う。もうねすごい、なんかね何個か欲しいなと思ったんですけど、あとで豚さんのもあって、あれも欲しかったんだけど、なんか最近ね、でもボールペンやたらと買ってるのでちょっと控えてみました。はい、ね、皆さん知ってると思うんですけど、私大間さんグッズも集めてんで、ね、今なのでね、ちょっとねキャラクターも集めて、いろいろ大変で物に溢れてて今ちょっとね。はい、次はトートバッグ。そう、これはね一目惚れで買ったんです。可愛くて柄が可愛くて、見てポチャッコなんですけど、色も可愛いしね、この柄がちょっと後ろ前でしょ、これ違うから、あ、ちょっと違う、違うか。え、すごい可愛くない、この柄がね。ちょっとほらお昼寝してんのとかんの、これね、なんかやっぱり、ね、夢があるね、サンリオってね。私はねサンリオが大好きなんですよ。もちろんディズニーも好きなんですけど、サンリオも大好きで、もうとにかく可愛くて、でなんかね昔っぽくなってきたね、キャラクターがちょっと、うん、なんか絵面が、うん、なんか使い勝手もいいんだけど、うん、昔らしさも残してる。そう、なんかねお腹がポコンとしてる感じが、一時スマートなキティちゃんとかスマートなキャラになってた時あったんだけど、またね元の形に戻ってきましたね、体型が。でこちらは1540円と。はい、ね、で次はこちら。じゃあもともとこれ2200円なんだよ、だって。うん、それのあのあれだからね、うん、20% オフだもんね、そこから。すごいよね。次はこちら、ドン、ドン、ペンライトケース。もともとねこれを購入しに行ったんです、今回の目当てです。そう、なんかね、ずっとフィッチさんは最近ダイアログのファンなんですけど、ダイアローグのファンなんですけど、ダイアローグの、ね、ペンライトを購入して、まあね、コンサートのライブ行ってきたんですけど、それをしまうケースが欲しいということで、でね、調べてたんですよね。うん、そしたらこれが見つかって、でまさかね、アウトレットないだろうなと思って行ったらあったんです。マジかと思って。びっくりしたね。意外だった。だけどね、うん、結構ね、品薄だった。だよね、そう、今ね、なんか推しからキャラのものが多いんですけど、うん、サンリオさんはなんかやっぱりね、ない色多かったね。うん、でもこの色にフーチューさんはしました。はい、はい、ということで次はですね、はい、リオンさんがこちら見たことある人もいる、こちら買ってまいりました。じゃーん、愛着バッグと言ってですね、はい、
中にですね、アクキーや缶バッジ、マスコットなどをつけられると。そうなんですよ、なんかね、持ってる人多くて、このパターンじゃないんですけど、このパターンなんかいろんな種類あるんですよ。そうあるんだよね。各メーカーがいろいろ出してるんですけど、アニメートさんとかも出してるんでしょ、もちろん、うん、出したいんですけど、あ、シナモンのだと思って一目惚れでこれね、購入しようか待ってた、一目惚れ買ってしまいました。しかもこれもね、20%オフ。もともといくらなんだっけ、後ろに書いてない、これもともとは、それ違うな、それポチャッコの袋だよ。あ、そっかまたそんな面白いことしちゃって一応ね、この値段が3234円で、うん、もともとは税抜きで4200円とでしょ。それが3200円だと、うん、もともと1000円引きの、それプラス 10% オフなんだよ。うん、なすごいよね。だから2000ちょっとで買ってきたのか、2400円の総額かな、多分実際は。うん、で買ってきたんです。だからマイナス 20% の分で全部で合計で1470円が引かれています。すごいよね。だからね、でこれちょっとパック開けてみてね、みんな見てください。でこれ持ってる人いたら、あ、リオンさんだと思ってください。本当文章さんはどうって聞いたんですけど、ね、ちょっとさすがにっていうことで、ハンドバッグは使わないんですよ。そうですね、さすがにちょっとね、そうみたいですね。だからね、これに推しのものを入れて歩こうかなと思ってます。ここの前のとこに入れられるんですよ。ここですね。しかもね、これ布のやつが多いんですけど、これね、布のバッグじゃないんでね、ちゃんとね、中は一応あれ缶バッジとか入るようになってるから、そう、チャックなの、チャック式かな、ここで開く。すごいよね、なんか、いや、めっちゃ便利。ここでほら、いいと思いません、皆さん。で中は一応布になってますね、缶バッジとか通せるため。いいよね、これ、うん、だからこれ入れてね、歩きたいなと思って。何を入れるんだろうね。ね、入れたいものいっぱいあるんだよね、でも実際は本当はちょっと入れたいものがいっぱいありましてですね、なんかお馬さんのとこに行くときにはお馬さんのもので、まあライブとか行くときはライブのものとか入れたいなと思っております。なんかね、鬼滅ファンとかもいっぱい持ってるよね、これね、うん、すごかった、入れて歩いてるよね。そう、あれ集めるのがでも、でも同じものをいっぱい入れたりとかするんだよね、面白いね、うん、これね。なんか集めるのがね、めちゃくちゃ大変だと思いますね。だからね、ぜひなんか缶バッジとか入れて歩きたいな、タクシタとか、いろんな種類入れといたら場所分からなくて、ね、アクキーとかでもすごい重くなっちゃうねそれで金とか入れて歩くか、金とかダイヤとかそこにやばいねしたらバッグごと持ってかれちゃうでも持っていくのにも重さで大変そう。本当だよね、なんかね、本当だから、なんかお札とか見せつつ、あ、おもちゃ銀行って書いてあるような、そうそうそう、札とかでもみんな大受けだよね。でもよく見ると おもちゃ銀行、そう、なんかね、面白いことやりたいなと思いますけどはい、そんな感じでこれのおすすめです。皆さん、まだありました。しかももう一緒だったんだっけ、マイメロちゃんかな、あったのピンクだった気がする。まあ、マイメロちゃんだったと思うね、うん、なんですけど、私はね、シナモンが好きなんでシナモンを購入してまいりました。はい、でもともと言ったね、これ、ね、府中さん誕生日だったので、誕生日でお食事をね、まあ、昔前以前ね、タワーゲートホテル、スターゲートホテルというのをね、受けたと思うんですよ、リンクの大阪のね。そのホテル、すごいいいホテルなんですけど、そこのね、ホテルで食事をしたいってことで、ディナーバイキングに行ってきたんですよ。それで、リンクのここのアウトレットも近いので、っていうことで行ってきたんですけど、でね、府中さんは、この先ほど言ったサンリオの、なんだっけ、ペンライトケース、ペンライトと、あとね、アシックスがこの方は好きなので、アシックスの靴をは、ね、欲しくてですね、行ってきました。で、アシックスの靴を購入しました。そしてね、富士さんのお財布をちょっと買ってあげたいなと思ったんで、最近新しいのを買ってあげたいなと思ってて、最初にコーチを見たんですけど、でもね、なんかコーチがちょっとおじさん臭かったんですよ、今回。ね、自分がもともとね、多分ね、おじさん臭いっていうのがあるんです。そうなんですけど、なんかね、よりコーチが、なんだろう、昔のようになんかちょっと柄が、なんか大人しめのが入ってるのかな、今わかんないけど、うん、だから風中さん、ちょっとこれじゃあちょっとなと思ったんで、今回の違うとこで購入してきました。どこだっけ、なかったの、ビームス、あ、そうだ、ビームスだ、ビームスね、やっぱいい男はビームスでと思うぐらいね、やっぱビームスがいいなと思ったんで、ちょっとビームスでね、普段使い用の財布を購入してきました。で、私もお洋服買ったり、あとね、娘、お姉ちゃんも行ったんですけど、お姉ちゃんはもう大変でした。もうね、これもこれもあれも買ってました。あれね、誰が誕生日か分かんなかった、ね、全身購入してまいりましたねなんかね、約10は使ったらしい、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、もうすごかったね、うん、破壊力抜群、もうウキウキして歩いてましたね、ほんと。じ
げっそり疲れてましたけど、終わったら。そうで、食事中ちょっとげっそりしてましたね、お食事中はい、そんな感じですね。でね、くじ引きもね、あのサンリオさんでやってんだよね、やっぱアウトレットのところでね、うん、ただ値段はアウトレットじゃないんですよ、これくじ引き、ね、あ、値段は、うん、だけど、種類が豊富なんですよ。そうそうそう、もう終わっちゃったようなのもやっててですね、そこで、今ね、4種類出てたのかな、5かな、5かな、確か。そんで3種類引いてきたので、それもね、あの上げていきたいと思います。はい、そんな感じです。はい、では閉めますね。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いいたします。あと、インスタグラム、ツイッター、スタンド編、ピチャラムのフォローもよろしくお願いします。お願いいたします。では、またお会いしましょう。はい、See you again。 バイバイ、またね。
動画見てくれてありがとう。概要欄の方におすすめの動画などもあるのでぜひチェックしてね。あとリオンちゃんによる占いもあるのでぜひそちらも見てね。であとインスタグラム、ツイッターのフォローも欠かさずしたらいいことあるかもよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。うん、ではまたお会いしましょう。 See you again。 バイバイ、またね。よーし、きれい。バイ、見てね見てね。